どうも、ワッツアップガイズ。今日は小山行きに来ました。帰ってきました。小山に、栃木の小山県に帰ってきました。今日はね、栃木の小山で住む部屋を探しに行きたいと思います。アパートなんと私一人暮らし。いつかめぼしいのあるんですか？めぼしいのが何個かあったんですよ。それでもう一応ここっていうところに決めたんですけど、実際見てみないと最終確認ですね。うん、はい、今日はよろしくお願いします。はい、まあ、僕の小山での個人スポンサーさんである、益子社長っていう人もいますね。益子さんっていうのは一応小山一すごい人とは言われてますが、まあこれはあんまりね言いにくい話あるんですけど、小山一モテない男でもあるんですね。だからそこをちょっと掘り下げていきたいなと思いますけど、まあまあ小山一なんでね、まあ、独身を貫いておりますからね。はい、僕の個人最強のスポンサーなんですよ。益子さん、すみません、タクシーのねところにいます。僕はマッシーマッシーと呼んだりします。西岡選手のスポンサーの個人スポンサーでもあるんですよ。去年僕が来た時に西岡選手から紹介してもらって、それからこの小山で、栃木の小山でいるときはいろんなことを面倒見てもらってます。非常に助かります。まあ、いい天気だね、今日本当暖かくて、なんかちょっと寒いかなと思ってたんだけど、かなり今日はいい感じです。見てください、白鵬ユニバーサルシーリー、白鵬大学、ここの出身の野球選手が多いですよ。ホークスだったらキャッチャー、高谷選手、国土内で阪神の大山選手、今4番、阪神で4番打ってます、大山選手もこの白鵬大学で、キャンパスライフを過ごしてました。グラウンドもね、非常に広くて、野球部のグラウンドもものすごい広いんですよ。綺麗になって、ここで練習させてもらいたいぐらい、ものすごい綺麗です。ブレーブスの選手も何人かいると思いますよ、白鵬大学出身が。強いですよ、力入れてるから。来たんじゃん、これ。あ、益子さん、アウディだった。変えたか。アウディの方がモテるからって言って、今年は小山一モテない男を脱却しようと思って。お世話どうも。あ、いえ、とんでもないです。お世話。益子社長です。おはようございます。あ、おはようございます。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。はい、彼が益子社長です。彼が YouTube。あ、YouTube ですね。よろしくね。彼はマネージャー。去年もはい。去年も会いました。いやいや、行きましょう。はい。それでは行きましょう。アウディだね。かっこいい、おしゃれ。脱却しようとしてるところでいつから始まったんだ YouTube は？ YouTube は分からない、いつからかな、最近始めたっす。もういっぱい腐ってんかい、ファンは？いやファン、いやあんまりそんなついてないよ、いっぱいは。でもまあぼちぼち見てくれてるバスよ。目標はあるかい、1000万人かい？いやいや、目標はねとにかくないですね。目標なしで、まあ一応僕のこうチャンネルってことで、テレビだとどうしてもカットされたりするじゃない。ああ、そっか。うん、だけど、こういう YouTube チャンネルだと、本当の僕を、ね、こういうことやってますってことで、で、そういう人たちが見てくれて、まあ、いろんな企業の人とかもそうだし、学校でもいいし、あ、川崎ちょっと呼んでみよう、ここに来てほしいとか言ってくれれば、もう、いい感じでしょ。スポンサーついてんの？え？ YouTube の広告がついてない、ついてないです。まだこれからです。まだまだ先がなかった。100投稿を目指してるんですよ、まず。100投稿中、今まだね、今8、何個やってますかね、いいの。徐々にじわーっとやってますんで。今16です。今16個。イチロー。おい、イチローも出したいな。イチローさんも流したいな。イチローさんも流したいな。YouTube にイチローさん出たらどうというとんでもないことになってしまう。まあ益子さんの出すことによってちょっとバズるやろうね。益子さんは小山ではもうめちゃくちゃ人気ですから。益子社長って知らない人いませんから。あ、そうですか。すいませんね。見て、スーパーゼビアをこの辺はもう知ってます。なんか思い出してきたよ。やっとあそこで辺にいいタイムがあって、僕はよくあそこでトレーニングしてました。益子さんがとか結婚してほしいなと思って、あと56年で勝負かけよう、ね、俺がここ栃木いる間にちょっと今年の目標はもう益子さんが小山一モテない男から脱却させる。あと56年いればいいのじゃ。56年いいよ、56年ね、ゆっくりと長期戦でね。いいね、いいね。最高やな。梅ちゃんで募集します。いや、わからんで、こういうとこから出会いがあるんですよ。マシュマロ見ても。これアウディの車乗って、私の隣に乗れるかも。だから、マシュマロそのためにもね、もう、マシュマロさんの肉体改造計画してますんで。はい。マシュマロさんもトレーニングをこの1年間やりますよ。結構この奥も入ってきたね。来ました。セキシーハウス不動産ネットワーク。東証商事株式会社に来ました。今日はここで、お部屋をちょっと初めてです。僕実を言うと人生40年生きてきましたけど、初めての物件探しということで今日は大山に来ました。いい部屋を見つけたいと思います。いい部屋探そう。そしてこれを機にこの部屋で借りて、東証商事さんの CM もいただくという。ありがとうございます。よろしく頑張りたいと思いますんで、最初出始めからちゃんとピシャってしていきたいと思います。さあ行きましょう。おはようございます。今日はよろしくお願いします。すみません、ちょっと YouTube 撮影今してまして。YouTube って結構面倒くせんだわ。面倒くせない。よろしくお願いします。はい、そしたらお部屋の方を貸してください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。早川さんから見せてもらいました。今日はすみません、どういうお部屋がありますでしょうか。今大学のいい物件を。ありがとうございます。一応寝れるところと、本当に無理は言わないですけど、トイレがあれば。もう大丈夫ですよ。大きい部屋で。あれですか。いい部屋に。ありがとうございます。ウォシュレットもいらないので、もうそこはもう自分で。ウォシュレットはついてるし。ついてますか。追い焚きがついてるし。さすが。もう見たことないです、そんな部屋は。これから本当に。僕人生初めて部屋を借りに来たんです。あ、そうなんですか。そうなんです。この場合あれでしたと言ってたんですか。見えるやつ。あ、戦闘中ですね。テレビがそうです。出てました。ちょっと前の大食いの見てたんです。大食いの。結構見てくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。ですね。なかなか食べられないもんですよね。そうですね。僕でも 1.6 キロあれで食べたんですよ。ギャル曽根さんは 3.8 キロ食べたんですけど、僕人生で初めて 1.6 キロ食べたんです。そんな食べたことないですね。あれから具合悪いですよ。ギャル曽根さんも食べるのあれ。ギャル曽根さんもすごい綺麗に食べますけど、美味しそうにしか。ほら、結構似てるんですよね。すごいです。それぐらいチェックしないと、益子社長も。そうだよね。ちゃんと S1 チェックしてから大丈夫です。あ、S1 はもうちゃんと、ありがとうございます。チェックしてください。そこはもう、毎週土日は S1 なんで。ありがとうございます。来ました。3LDK、3LDK。ああ、ちゃんとトイレもあるし。すごい部屋ですね、これ。今日までね、お掃除がちょっと大変だった。はい、あ、もう全然構いません。ありがとうございます。これをがすごく今、この部屋をおすすめしてられました。で、僕の感覚的にはもうみんな普通の人だったらいろんなものを見たいって言うんですよ。僕は違うんです。一発でこれが一番いい。これが運命の出会い。これしか意味ない。他があってもそれは意味ないんです。見ない。それ必要がないです。それが川崎流の家の選び方です。一発で決めろ。それだったら2発3発聞くともう面倒くさくなってくるから、みんな仕事が早く帰って家で休みたいわけ。それも踏まえた上で一発で決める。それが川崎流。これが誰もがハッピーだ。ただ今回は一つだけ僕のテーマとしてトイレがついてるかどうかっていうのが勝負。完璧です。ここにトイレがある。ご近所さんは誰かいますか？隣に住んでる人とか。じゃあ隣に人もいるということで。ちょっと何かあったとき近所のこうあれまして、班長会とかも出ないといけないですね。班長とかなんか掃除近くの掃除会とかの大丈夫ですか？自治会とかないですか？あります。あります。僕は福岡で自治会で一応班長なんで。素晴らしいです。はい。おやりになるんですか？やります。ちゃんと班長会議として会議も出ますんで。そうなんですね。今回もちょっと班長まではいかないけども。初期ぐらいで頑張れる。それではちょっと部屋の方に今から行っていきたいと思います。早川さんありがとうございました。一応これこの承諾書ということで。承諾書。はい。これともう一枚ですね。これはガスの方の。吉部社長のタイプがちょっとわからないから、本当は僕が台湾に行く予定だったから台湾の必要性を。多分日本語通じるからダメなんだなという。楽しみにしたんで。顔はどうでもいいけど足首が締まってるピンチだ。足首みんな締まっとるわ。いるんだよ中に。来てくれたらもうありがとうございますって話がいかないと、なんかいよいよ着実に書いて、本当に借りれるかもしれません。このままいけば、うまくいけば。人生初ですから、本当に今まで福岡から実家に暮らし、寮に住み、寮から出る時もホテルに住みで、まあ、家は借りたものの結婚して全部あれだったんですけど、まさかの一人暮らし。大体いつもアメリカでもホテル暮らし、はい、ホテルでもう一年中いましたから。どうですか、初めての契約というか。いや、緊張する、うん、本当にこれでいいのだろうかと。うん、迷いないですね。そうそうそう。いいんだ、いいんだよ。でも、いや、そんなことないんだけど、こうやってね、本当に悪い契約とかだって、簡単にしちゃうよね。危ない、危ない。一番危ない、俺は。4月の2日までになってるので。これをちょっと振り込みをしてもらいます。それでこれを僕がで今から写真を撮って奥さんにしてもらって、これで必ずしないといけないですね。鍵をもらえなくなっちゃうので、大事ですね。それ送ってもうすぐ銀行に行ってくれと。銀行じゃないか。どこで振り込むんですか。振り込みをしたことないです。銀行もあれです。ネットでね、ネットで振り込む人もいる。あ、ネットでもできるんですね。なんて便利な社会になったんです。はい、ここに振り込んでいただければ大丈夫です。はい、あとはこの段々で何でもこうアプリでご登録なんですけども、この QR コードで読んでいただいて、このアプリダウンロードしていただいてから登録していただくんですね。これは絶対しないといけない。うわ、これ難しいな。僕はそうですね。ここで電気の支払いとかみんなここからになってくるので。そういうことですね。じゃあApple Storeってやつをやるんですね。そうですね。これをちょっとですね。これマシコさんできないペよ、俺絶対。していただいて。でもこれなんかこうチロレルリンってやればいいんじゃない？ですよね。こうチロレルリンをどうやればいいんだろう。カメラですね。あ、カメラ。あ。ああ、でこれで、こっち、上を。あ、初めて知った。あ、入手。何でしたか。来た。大体これしかやってない。大丈夫でした。うわー、よかった。はい、ダウンロードできました。その会員 ID はこれになりますね。会員 ID を入れて、パスワードはどうしましょうか。僕が決めるんですね。半角 A3。これ自分でご自分で忘れないので入れていただいて、これでログインしましょう。はい。ユーザーが存在しません。指紋認証でログイン。ログイン。ユーザーが存在しません。どういうことか。これは登録はしないといけないですか、最初。新規会員で登録して会員サービスを利用するかもしれない。じゃあこれでやってみようか。あ、これで名前を入れます。で、姓は僕は川崎、名前宗則。これでできました。あ、でも違うか、まだあるな。メールアドレスのヘルプ、本登録用のメールが多分届くんですよ。届くそうですね。これを、はい、ちょっとじゃあ、メールアドレスをあれして、大丈夫ですよ。あら、どこ行った、どこ行った、あら、失敗した。さっきのが、あら、またやってしまった。あ、やっちまってないわ、まだ。アットマーク、ここがあるやな。なんでこれは、どこも、これ、NEG じゃないといけない。何だったか ?NEJP ですか？違う。ドコモドット ME でね。NE.JP。同意します。あ、でも先にしてよかったわ、これ。むしろ。うん。できました。来ました。会員登録、仮登録は登録しました。はい。はい、無事終わりました。はい。で、一番最初に戻っていただいて、ホームマイドロームトップですか？マイディルーム。そうですね、マイディルームに戻っていただいて。今の時代はアプリなんでしょうか？でも全部この情報がバレてるんで、恐ろしい世界です。これログインしろって書いてある。本登録聞きました。さっき仮登録されて。多分メールが届いてる。本登録はまだ。でしたっけ？これで本登録にどうやっていくのかな。そうだ。今のメール分析さんもう一回だけ見せてもらって。だよね。今のメール見ようか。これが本登録の最後の。これでパスワード。さっきのパスワードをやります。本当に今みんなこれなんですよ。ここ乗り切るよ。これを取れたのはでかいな。ホームページで。ホームページだったら YouTube でね。来ましたね。本登録完了。これでこのステップを踏む。じゃあトップに戻りましょうか。いよいよ。さあ入ります。入ってきた。からの3本線かまします。からのご契約情報いきます。からのご契約内容いってしまいます。ページを表示できません。申し訳ません。お客様アクセスのページは表示できませんでした。メンテナンス中かシステムエラー。サイト側がしっかりしてくれよ。俺ここまで頑張ったのにサイト側これ流せれねえよ。これは流せられないよ。おお、危ない危ない。この都合で、ちょっともう契約すんなっていうことで。そういうことかいな。そういうことなんですか。なんだ。そうですね。不思議だ。後でもう一回やってみます。そうですね。まあ、よかった。はい、あと、連絡、ガスと水道は必要になりますので、はい、あらかじめ、いつからっていうことで。ご連絡いただかないといけないです。何を伝えないといけないですか。早川さんの名前言えばいいってわけじゃないんですね。何なの？何？今日営業日じゃないと。あ、土日か今日。そうだよね。こういうことよ。結局さ、何でもかんでも世の中はね、みんながやってくれないとダメだよ。はい、おお。広いね。すごい。マストさん。めちゃくちゃいい。これが来てないので。電気を買わないといけない。お客様でご用意になります。あら、そうだ。電気のやつをちょっと。これですね。あ、こちら。